けじくじく。はい、どうも、かけじくじくの野村です。さあ、今回は紫式部についてお話しさせていただきます。ということで、やってまいりました。紫式部、平安時代の天才女流作家ということで、あの千年を超えて愛される長編小説源氏物語の作者として有名ですね。で、その源氏物語なんですけれども、その後いろんな絵師さんにその場面場面を描かれるようになりまして、源氏絵っていうジャンルが生まれたんですよ。源氏絵、この源氏絵っていうのは日本美術の中でもめちゃめちゃ取り扱われるテーマになりまして、もう紫式部っていうのは日本美術とは切っても切れない関係にあります。なので今回はそんな紫式部の生涯にスポットを当ててご紹介させていただきます。なぜかっていうと、紫式部が源氏物語を書いたのは当然宮中なんですけれども、何もなしに書けたっていうわけではないんですよ。当然宮中のいろんなイベントとかモデルがおったりするわけなんですね。そういった人たちのエピソードとかを自分流に置き換えて源氏物語を書いてるっていうことなので、この紫式部の生涯を知ることは源氏物語の世界観を理解する上で非常に役立つ、イコールそれは源氏絵を理解する上でも非常に役立つということなので、生涯をご紹介させていただきます。で、合わせて、その紫式部だけやったらね、どうしても宮中のこととかわからないので、この当時の覇者藤原の道長がどういうふうに栄光をつかんでったのかっていう、そういうイベントとかも合わせてご紹介させていただきます。今回の動画最後までご覧になっていただけますと、簡単に言うと大河ドラマの予習になりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。今回はこちらの年表をもとに進めていきたいなと思います。まず年代があって、その時紫式部何歳やったのかがあって、で、紫式部のなんか出来事があって、で、その次に、宮中行事何があったの、イベント何があったのっていう、この4つの軸を見ながら下っていきながらいろいろご紹介させていただきます。で、まず紫式部は何年に生まれたのっていうことなんですけど、これね、はっきりしてないんですよ。そうなんですよ。そうそう。紫式部って、源氏物語を書きましたよはめっちゃ有名なんですけども、その他のことって結構分かってないことが多いんですよ。いや、もちろん、宮中でのいろんなものっていうのは日記書いてたりとかするので、それは分かってるんですけど、それ以外のことってほとんど分かってないんですよ。なんなら、名前すら実は分かってないんですよ。はい。紫式部って本名じゃないですね。当時っていうのは、本名ってあんまり名乗らなかったんですよ。なぜかというと、呪いとかに使われるから、本名とかを知られると、なんかね、この呪詛とかあるじゃないですか。で、言霊とかもあるので、本名をこうバレると、なんかその呪いに使われるみたいなのがあったので、普通一般的に本名を名乗らないっていうのがある中で、最後の最後までわからなかったのが紫式部っていう方なんですよ。だから、紫式部と一応紹介しますけど、生まれた年もわかりません。いろんな諸説あるんですけども、だいたい973年ぐらいちゃうかなというふうに言われております。で、いろんな諸説あるけど、今回はそれをベースに進めていきたいなと思います。はい。で、973年に生まれましたよ、1歳ですよと。誰の子供なのっていうと、藤原為時という人の次女として誕生しました。はい。藤原為時、この人は、貴族になります。貴族、藤原家ね、藤原道長とかと、もう大元は一緒。もう大元をたどると、大化の改新まで遡ります。はい。大化の改新は645年のやつで、あそこで中富の鎌足りっていうのがと、中野上の王子が大化の改新を行ったんですけど、中富の鎌足りは姓を藤原もらって、藤原の鎌足りになって、その息子が藤原の不人っていう人がいたんですね。で、その次に、4つぐらいの家に分かれるんですよ。なんか北家、南家、四季家、京家とか、なんかそんなに分かれて、そのうちの一つ、北家のラインの、松江、もう文家みたいな感じなのが、藤原のため時になります。だから、藤原氏って言ったらなんかすごそうに見えるけども、その中で言うと中級からやや下級ぐらいの、貴族、あんまり出世してなかったよという人のところの、次女として生まれましたよと。はい。で、お父さんはね、漢詩が得意やったんですよ。漢詩が学者肌やったわけなんですね。漢詩とか漢文とかめっちゃもう勉強が得意やったよと。で、そういう家系やったみたいですよ。芸術肌の家系に生まれましたよ。だから、学者やから、あんまり、これ偏見かもしれないけど、出世ではなかったんですよ。出世がすごい得意やっていう人ではなかった。どっちかというとね、コミュ障で、自分だけでちょっと勉強したいっていうところに、生まれましたよと。で、兄弟はね、一応いたんですよ。お姉ちゃんがいて、で、弟かお兄ちゃん、これどっちかわかんないですけど、どっちかが、いましたよっていう、そういうところで生まれました。
で、紫式部っていうのは幼少期どうだったのかというと、めちゃめちゃ勉強ができたみたいなんですよ。はい。まあこれはお父さんの影響だと思うんですけども、まあ、家の中にね、めちゃめちゃ漢字の書とか、文とかあるから、そういうのを読むのが好きやったみたいなんですよ。で、当時どういう時代やったかっていうと、遣唐使って言って中国からのこう文化をいろいろ吸収するのが、それまで平安時代ってあったんですけども、894年にそれをもうなんか、あんまり変わり映えせえへんから、もうね、費用もかかるからやめようぜっていうことでやめちゃったんですよ。で、その代わり、この国、日本独自の文化を発展させていきましょうよっていうので国風文化っていうのが栄えたのがこのバックグラウンドの世界観なんですね。だから、まあ、日本絵画でいうと大和絵っていうのが生まれたり、文字でいうとひらがなっていうのが生まれたり、あと和歌っていうのが頻繁に歌われるようになりましたよとか、そういう風な世界観の中で勉強するっていうことも大事だよねってだんだんこう考えられるようになってた。で、当時はやっぱ漢字っていうか、そういうのは男性がやるもんだっていうところやったんですけども、紫式部はもうめちゃめちゃ漢字好きやった。もう漢字ももうひらがなも何でもや、和歌も全部やりますよという、こういう勉強系は女性が普通これだけ覚えとこうねっていうレベルを圧倒的に抜くぐらい、なんだ男性すら抜くぐらいのすんごい勉強をしてた、まあ、好きでやってたよっていうのが、幼少期になります。だからこの藤原為時お父さんがね、この娘紫式部に言った言葉で、お前がなそんだけできるんやったら男で生まれてくれたらもうめちゃくちゃ出世したのになみたいな感じのことを言ったというふうに言われております。まあ、これはね、お父さんが学者やったからそういうふうに余計言いたくなったんやろうなと思うんですけども、まあ、そういうふうな幼少期でめちゃめちゃ勉強できましたよというのが、紫式部になります。で、その後どうなったのかっていうと、977年に転機が訪れます。紫式部が5歳の時ですね。何が起こったのかっていうと、為時お父さんが東宮諸貞親王の先生になるっていうことで、それまで藤原為時っていうのは一応役職というのがなかったんですよ。まあ、言ったら無職、官位みたいなのはあるんですけども、役職ないから、まあ、ほとんど仕事してなかったみたいな感じなんですね。だから、まあ、言うたら、だから下級やったんですよ。あんまお金もなかったっていう、貧乏やったっていうのはそういうことなんですね。が、職を得ることができました。はい。東宮諸貞親王っていうのは、まあ、簡単に言うと、皇太子さんになります。皇太子。次の天皇とされる、王子様のところの、お勉強係になりましたよ。まあ、家庭教師になりましたよということで、一応仕事が、舞い込んできたということで、よかったね。しかも、次、天皇になる人の家庭教師だから、それは天皇になった時に引き上げられるんちゃうということで、めちゃめちゃ良かったんですよ。で、実際そうなったんですよ。この時の天皇っていうのが、もともと圓遊天皇っていうのが、今大河ドラマでね、圓遊天皇が上位するかどうかっていうところで言ってますけども、それが上位されて、次この皇太子が天皇になったんですよ。それが984年12歳の時に、紫式部がね、12歳の時に、諸貞親王が崋山天皇になりました。おめでとうございますということで、よかったねということなんですよ。で、当然お父さん為時っていうのは出世しました。はい。どこに行ったかというと、式部の上っていう役職を得る形になりました。式部の上、あと6位のクラウドっていうのになりました。はい。これ何なのかというと、式部の上っていうのは当時二官八省って言っていろんな役職があったんですね。今で文部省とか、なんかね、あるじゃないですか、大蔵省、今財務省か、だからなんか今の省みたいなものが、この当時にもあったんですけど、そこの式部省の役職、まあまあ出世街道のコースになったんですね。学者としてはになったと。これ式部省の、式部の上というのになったんですよ。だから文部省みたいなところになりましたよと。で、6位のクラウドっていうのは、天皇の近くで、お世話しますよという役職、まあまあまあ出世しましたよっていう形になります。で、よかったねっていうことやったんですけども、ここでね、そのまま行かなかったのよ。はい。このまま崋山天皇がね、まあ、ウェウェって雇ったらね、竹の時もありがとうございますみたいな感じで進んでたんですけど、ここでトラブルが起こります。はい。それは何なのかっていうと、986年、紫式部が14歳の時に、神奈の変っていうのが起こります。はい。神奈の変。何ですか、それはっていうと、簡単に言うと、天皇を貴族が騙して、上位させる事件になります。そんなことあんのって、そんなことあったのよ。これを説明するの前に、この当時の、家系図、それを、理解した方が分かりやすいので、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。それが、こちら。はい、かなり簡略化してます。はい。もっといっぱい書いてくれや、登場人物出してくれやっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、それやると、全くわけわからないようになるので、必要最低限のものしか出してません。でもこれでね、これをベースにいろいろ進めていきますので、ここさえわかれば大丈夫で、ちゃんとわかりやすく言いますから大丈夫です。はい。まずね、登場人物、兼家っていうのがいるんですよ。今、大河ドラマでも、道長のお父さんとして出てますけども、この兼家っていうのがね、めちゃめちゃ出世モンスターやったんですよ。もう出世のことしか考えてない。藤原家の中で、うちの
の一族がちゃんと天下を取らな出世をしていかなあかんのじゃ、うちの家系はそういうもんなんじゃ、他のところにはよそには負けへんぞみたいな感じで思ってる人やったんですよ。でこの金家には息子と娘がいましたよと、いっぱいおる、ここ書いてる以外にもいっぱいおるんやけども、もう全部書いとったらほんまきりないから、メインどころだけ言います。はい、長男、まあ長男で、まあ長男ね、長男の一番上が、道隆さんっていうお兄さんがいましたよと。でその次に長子さんっていう娘さんがいましたよと。で次道金くんっていうお兄さんがいましたよと。で、あきこさん、まあ、戦士とも言うんですけど、あきこ戦士さんが、お姉さんとしていましたよ。で最後に、道長くんがいましたよっていうことなんですよ。こういう状況で、このあきこ戦士さんっていうのが前の天皇、遠雄天皇のもとに嫁いで生まれたのが、次の皇太子やったわけなんですね。それで安仁親王って言います。安仁親王で、今はこの火山天皇っていうのが、治めてますよっていうところやったんですけども、この出世モンスターの金家さんからすると、その火山天皇を早く引退してほしかったんですよ。早く、なんでかっていうと、火山天皇が引退してくれたら、この安仁親王っていうのが、言うたらまあ天皇になるわけなんですね。なら自分のお孫さんが、天皇になるということで、言うたらおじいちゃんになるわけなんですよ。このおじいちゃんというポジションがね、当時めちゃくちゃ大事やったんですよ。はい、おじいちゃん、天皇のおじいちゃんになれば、もう言うたら育ててやったから、こう言うこといろいろ聞かせれるわけなんですよ。もうね、お前お年玉あげたこと忘れてないやろなみたいな感じで、ちょっと何だろう、じじはらができるわけなんですよ。なちょっと、なちょっとお政治こうしとった方がいいぞ、人事はしとった方がいいぞみたいな感じで、こういろいろやりやすくなるわけなんですよ。だからみんなおじいちゃんを狙ってた。これおいしいポジションやったら、これ摂政って言うんですけどね、おいしいポジションで、似たようなポジションで関白っていうポジションもあるね。大人になってからそういうふうに政治のね、口出しができるよという、一番天皇の近くで口出しできるよっていうポジションを幼かったら摂政で、大きくなったら関白ってなんですけど、関白もまあまあそれなりにいいんですけど、どっちかというと摂政の方がいいですよ。なぜかというと、言うこと聞かせやすいから、おじいちゃんの言うこと聞いとけよって言いやすいからっていうので、早くこの金家くんは、摂政になりたかった。なりたかったから、火山さん早くどいてほしいなっていうところで、これでね、起こったのが神奈の変っていうもんやったんですよ。それ何なのかっていうと、このね、火山天皇もそれはそれでまあまあ問題のある人やったんですね。まあ、結構女性の関係が悪かった、いろいろ手出しまくってたんですけども、そんな火山さんでもめっちゃ好きな人がおったんですよ。めっちゃ好き、もうお前のこと大好きやっていう人がおって、もう続行になるような人がおって、で ありがたいことに妊娠したんですね。で火山天皇やっとって喜んどったんですけども、その妊娠したままその女性が亡くなってしまったんですよ。でも火山天皇からすると、うわマジかよって大ショックを受けてしまって、ちょっともう情緒不安定になってしまったんですよ。ああもうなんか生きとっても全然おもろくないわ、なんか誰とねお話ししても全然おもんないわ、もうこんなんやったら俺出家しようかなみたいな感じぐらいの、だいぶ情緒不安定になった。ここに目をつけたのが金井君、出世モンスターやったんですよ。このままの流れで、引退してくれたら孫が天皇になって、わしおじいちゃんでパワー持てるということで、なんとかこのね情緒不安定の時にもう引退させてしまえって思って、ちょっと家族会議ミーティングをしたわけなんですよ。あちょっと集合道下が道下ねちょ来いみたいな感じ言って、分かってるな、今我が一族で今大事な時やから、早く火山天皇ね引退上位していただいて、わしのお孫を天皇にしたら、もうわしの一族あんたお前らにもええ飯食わせやれんねん、分かるな道下が、分かるな道下で、はいはい分かりますお父さん、よしじゃあ道下で、お前が今一番キーパーソンや、なんすか、お前火山天皇といろいろ出入りしてるやろ、お前一番結構近いところにおるやんか、ほんならちょっとなんとかしてこの火山天皇引退させるように、出家した言うてるから出家させるんやで、引退まで持っていくんや、それを考えるのがお前の役目、頼んだぞみたいな感じで無茶ぶりされたんですよ。で短い時にマジっすか、そういやいや、いや理想はわかるけど無理難題すぎへんみたいな感じで言われたんですけども、まあでも一族のためやからなんとかせなあかんなと思って、道金君頑張ったのよ。火山天皇ってね、ちょっと火山天皇チュース、どうしたんですか、あ辛いっすよね、恋人あ亡くなって辛いっすよね、出家したい、出家いいっすよ、出家したらこの世の嫌なこと全部パーンって忘れられるみたいなんですか、あ出家一緒にしません、僕もちょっと出家したいなと思ってたんですよ、どうすか一緒に連れ出家しませんみたいな感じで言ったんですよ。んなら、火山天皇も、あ分かった、ほんなら俺も出家するわ、お前がいてくれるんやったらなんか出家できるような気がするみたいな感じで、ある夜二人でこうね宮中出たんですよ。
でちょっとお寺に行って出家しましょうって言って道中歩いてるんですよ。でこうしとったその隙に天皇が攘夷をするときにだから三種の神器っていうのがあるのね。それを持ってたら天皇の証や俺だったんだ。だから攘夷するときは必ず三種の神器が皇太子のところに行くっていう儀式があるんですよ。を逆手に取ってその天皇おらん間に三種の神器を盗んだって言ったらあれやけど持って出て、ね、東宮のところに持ってきたんですよ。で、火山天皇出て行ってるからもう全部門封鎖したんですよ。もう入ってくるようにしよう、もう出ていけ、もうバリケードやみたいな感じで出てきたいうようにしたと。おっしゃ、これでこのまま火山天皇がもう出家さえして帰ってこんかったらこの孫天皇にあるよっしゃよっしゃになるわけやから、もうこれで行こうみたいな感じで、まあ、準備万端に守備は固めたと。な攻撃の方の道かねば今道中、ね、火山天皇もちょっとなんか月明るすぎやからちょっと帰ろうかなとか言い出した。いやいやまだ行きましょう、そんなことないです、全然月明るくないですから、ちょっと暗いぐらいです、大丈夫行きましょうみたいな感じでこうなんとかかんとかお寺まで持ってったのよ。でお寺まで持ってって、まあ道金も一緒に出家してくれるからまあ大丈夫かみたいな感じで言ったら、道金的には出家するわけにはいかなかった、帰りたかった、なぜなら自分はちゃんと働きたかったから出世したかったから、いや出家ここでなんとか自分は脱出しなければいけないと思って、あ、ちょっと天皇さんすいません、火山さんすいません、ちょっとね、僕用事を思い出しまして、お父さんにちょっと言いたいことが忘れてたんで、ちょっとだけ抜けていいですか、帰ってきますか、大丈夫、ちょ、ごめんなさい、待っててくださいね、べーみたいな感じで、身近でなんとか脱出成功したんですよ。そのまま帰って、金家一族、ファミリーは、ようやった、身近で帰ってきた、お前すごいな、どうやったみたいな感じで、わーって湧いてると。で、火山さんはポツンと、あ、これ、やばいやつや。さすがに分かった。さすがに騙されてることに気づいたけど、このまま帰っても多分もう全部詰め将棋で積んでるやろうな。帰っても絶対無理やろうなっていうのを悟って、よし、分かった、わしもこのまま出家するわって言って、そのまま出家したんですよ。いや、もうちょっとごねてもよかったと思うけどね。ごねたら多分なんとかなったんちゃうかと思うんですけど、まあ、火山天皇的にはもうそのまま諦めて、攘夷をしてしまいましたよっていうのが神奈の変やったんですよ。で、これが成功して、先の、お孫さんが新しい天皇になりましたよということで、その明子さんの子供皇太子安仁親王がこの天皇になって一条天皇になりました。はい、一条天皇、よかったね、これが神奈の変ということで、すごいね、なんかすごいいきなり大事やけども、そんなんが起こって、火山天皇はもう出家して火山法王になりました。はい、こんなことがあったんですね。でこれで割を食ったのが、はい、主人公紫式部のお父さん為時やったんですよ。やっぱこの時代ね、つく人を間違えると自分も出世できないっていうのがもう暗黙の了解で、やっぱ火山天皇がおらんようになって、火山天皇に目をかけられて出世していった為時的にはもうこのままではわしはあかんなっていうことで辞任をするわけなんですよ。これ辞任したのが辞めさせられたのかわからないけど、まあ、空気感的にいやもう無理やろ、いやお前よりもそれは一条天皇とかそっちグループになんかねべちひっついてる人をそれは取り立てるよっていうことで、為時はお払い箱になってしまったっていうことで、こっからね長い間無職の時期が続くというふうに言われております。もうためときピンチ、紫式部ピンチということで、また国賓生活に戻ってしまいましたよということなんですよ。はい、そんなことがありまして、次どうなったのかっていうと、990年紫式部が18歳の時に、藤原貞子、まあ、定子とも言いますけどもが、一条天皇に受代する形になります。はい、受代、結婚というか、結婚することになったよということなんですよ、簡単に言うと。はい、でじゃあこの藤原貞子定子誰なのかっていうと、こちらをどうぞ。はい、先ほどの、図をもとにちょっと増えたね、こういう風な感じでちょっとずつ増やしていくから分からなくなる、大丈夫、迷子にならない、ちゃんと説明しますから。はい、で、藤原の道隆の、お兄ちゃんの、娘さんに定子っていうのがいたわけなんですね。でこの定子が、一条天皇に、嫁ぐ形になったんですよ。これが言うたら道隆的にはやったーってなるわけなんですよ。なんでかというと、ここで子供が生まれたら、その先の金家のおじいちゃんのポジションに自分がなれるわけなんですよ。だからね、おじいちゃんお年玉いっぱいあげるからちゃんと言うこと聞けよって言えるわけなんですよ。だからまあ嫁がしたということでやったってことなんですね。でこの、道隆の横の長次さん、一回も登場しませんでしたけど、ここでもう亡くなっております。はい、ただこの長次さんを解読意味っていうのがあるの、それは後でご説明しますけど、とりあえずまあおったんやなっていうのと、もう亡くなったんやなっていうのが分かっていただければ結構です。はい、でまあ貞子さんが、定子さんが受代しましたよと、はよかったねと。はい、ここまでで、お気づきの方いらっしゃるかもしれないですけども、紫式部と藤原の道なんか全然出てこうへんやんけって思うでしょ。その通り、ここまでは特に藤原の道長っていうのは完全に出世街道からは外れてる人やったんですよ。
うん、だってお兄ちゃんいっぱいおるからね。これ以外にもお兄ちゃんいっぱいおるんですよ。なので藤原道長っていうのは一応まあまあその何主流の家には生まれてるんですけれども、あんまりねもうお鉢が回らない。まあまあ出世はするよ、それええとこまでそれなりは行くけども、そんなトップ争いには全然参加できへんよっていうポジションやったんですよ。で紫式部は紫式部でお父さんはそんな状態やから、いくら勉強できる言うてもその真っ白の中でこういろいろやってるだけやから、ね、そんな別に絡むこともないから、あの大河ドラマではそこをなんとか無理やり絡めようとするためになんかいろいろやってますけども、本来は全く関係のない2人やったわけなんですよ、うん、この時代までは。ただ転機が訪れるんですよ。はい、ここからが大事なんですね。次何が起こったのかというと、995年、この年号がねめっちゃ大事なんですよ。これ何なのかというと、紫式部23歳の時に疫病が大流行します。はい、この疫病大流行がめちゃくちゃ大事なんですよ。なぜかというと、この疫病によって、お兄ちゃん2人亡くなります。そうなんて。でこの時にはあの金家も お父ちゃんも亡くなっているので、ほとんど出世するだろうというこの中枢にいた人がほとんど全滅で亡くなるんですよ。はい、あの政治の中心にいた8人ぐらいの人が一気に疫病で亡くなったということで、もう政治が機能しないぐらいのやばい状態になったのがこの995年やったわけなんですよ。でじゃあ誰が残ったのかというと、こちら。はい、ね、かけず買いましたけど、金お父さんはもう亡くなってますよと。で道高お兄ちゃんこれで病で亡くなっちゃったんですよ。で道金お兄ちゃんもね、せっかくねあの花の年で火山っていうのを頑張ってね、あの出家させたんやけども、あの亡くなっちゃったんですよ。でこれとねかわいそうなのよ。あのなんとかね関白になれたんよ、なれたんやけど7日後に死んじゃったかなんかで、7日関白とか言われるぐらいちょっと悲しい人がこの道金ちゃん、ちょっと幸薄いなって感じなんですけども、大河ドラマでもなんとなく幸薄そうに描かれてる、ちょっと面白いなって感じなんですけども、亡くなっちゃったと。残ってんの誰なのかっていうと、ここで千載一遇のチャンスが出回ってきたのが道長やったんですよ。やったーチャンスと、お兄ちゃん道隆、一番最初のお兄ちゃんの息子の、これ近、この二人に絞られるっていうぐらいの、権力の構図になったんですよ。だからこれ近的には、いやいやおっちゃん全然お前今まで参加してなかったけど、こんな時になんか調子乗って入ってくんなよみたいな感じで、お負けへんで、うち俺が絶対取ったるからなみたいな感じで言ってたんですよ。で道中的にはいや千載一遇のチャンスやから、これを若造にちょっと舐められたらたまらへんねん、これをね お前なんかええところの秩序かもしれんけど、おっちゃんパワー舐めんなよみたいな感じでちょっとバチバチになって、権力どっちが取るのかっていうような感じで揉めたんですよ。はい、でどうなったかっていうと、これはねまずね、この道長のお姉ちゃん一条天皇のお母さん明子さん戦士さんが、道長グループに着いたのよ。そうか、これがでかかった。まあ、言うたら天皇のお母さんやからパワー持ってたわけなんですね。天皇も、言うたら天皇は、貞子さんと結婚してるから、だから、奥さんはいるんやけども、奥さんよりもやっぱお母さんの方が強いわけなんですよ。そんなことないですか、男って。なんかね、わかんねえね、奥さんにいろいろ言うたら、って言われるけども、やっぱ お母さんには逆らえへんな、みたいな男ってあるんですよ。っていうのがあって、で、この明子さんっていうのは、道高お兄ちゃんとか道金お兄ちゃんってあんまり好きじゃなかったの。あんまり好きじゃなくて、どっちかというと道長のね方が出世のこととかあんま考えてない、こっちの方が気楽に馳せるわみたいな感じで好きやったから、もうそれやったらちょっとわし道長推しやでみたいな感じで道長をバックアップした、これが強かって、これしかピンチになったわけなんですよ。でこれしかちょっと結構すさむわけなんですね。くそ一歩リードされてる道長めおっちゃんもなんかもううまいことやりやがってってちょっとイライラきとったんですよ。の中で事件が起こります。はい、このねこれしか君やっちゃうんですよ。やっちゃった。それが何なのかっていうと、超徳の変っていうのを起こしちゃったんですよ。超徳の変。これがやばい。これが何なのかっていうと、この時のこれ近くには彼女がいました。まあ好きな人いたよね。好きな人おったんやけども、そこにね、なんか通ってるやつおるぞっていう話になったんですよ。なんかわしの好きなやつの家のところになんか当時通い込んやからね、なんか男が呼ばいするみたいな感じで行きよるんですよ。建物に入ってくやつおるぞって言って、誰やあれはって言ったら、なんとそれがね、火山天皇やったんですよ。まあ、火山法王になってるけど火山さんやったんですよ。ここで出てくるんかい火山さん。火山さんもパンチありすぎてもエピソードありすぎてめっちゃ面白い人なんですけども、まあ、火山さんが通ってるというのが、これ近の耳に入って、あいつはほんま元天皇かなんか知らんけどいちびりやがって俺の女に手出しやがってってちょっとイライラきとって、ちょっとこれ近くんは弟に相談したらしいんですよ。弟よちょっと聞いてくれよ、ね、火山っておったやろあいつ、ちょっとね追われたくせになんかちょうどまだなんか調子乗って俺の女のところ行
きよんねやって言ったら、その弟もなんかちょっと吉の毛が多かったみたいで、何それ兄ちゃんの顔に泥塗るみたいな、分かった、ほんなら俺がちょっと火山さん懲らしめたるみたいな感じでダーッと出て行って、その火山さんの一行を向けてなんか襲撃したんですよ。え、マジでみたいな感じで襲撃したんですよ。でなんか弓矢をこう引いてピーって放ったんですよ。その火山天皇の方向けて、火山の方がこうの方向けて、まあその弓矢はあの直撃はしなかったから死にはしなかったんやけども、なんかの衣かなんかにブスって刺さる、もう一発、あ、もうちょっと危なかったっていうところまで行ったんですよ。ブスってなって、カザンさんも、うわ、やっぱ、うわ、襲われてる俺みたいな感じになって、めっちゃブルブル震えてたらしいんですよ。で、ただ、これね、誤解なんですよ。どういうことというと、カザンさんは確かに、そのコレチカさんの恋人の建物のところに行ってたんですけれども、コレチカさん の恋人の妹になのかな、同じ建物に住んでる別の人のところに通ってたということで、無実やったんですよ。誤解やったんですよ。っていうのが、後々バレて大問題になったんですよ。コレチカ、お前天皇に弓引くってどういうことやねん。それも問題やけども、全然関係ない誤解でしかも弓引いたって、お前どういうことやねんということで、うわーって言うと、もうコレチカ大バッシングやばいなんですね。あ、コレチカ、コレチカってだいぶ炎上して、で、だいぶ炎上して、いろいろちょっとコレチカ調べてみよう。なんか怪しいことあるかもしれんとって調べたら、やばいのがごっそり出てきたのよ、埃が。何なのかっていうと、このコレチカ君だいぶこじらしとって、呪詛しとったのね、呪い。そう、道長くんに対してとか、呪詛しとって。呪詛、当時は呪詛、まあ、よくやる、占いとかよくあることやから、何でも吉兆は占いで調べ、確認すんねんけども、呪詛っていうのは基本的には公式の場でやること以外はあんまりやってあかんかったやったよ。オフィシャルじゃなかったよ。っていうのを裏でやってるっていうのがガサ入れした時にバレたのね。っていうので、おい、これちか、お前、どうなっとんねん、お前、元天皇を襲うわ、呪詛してるとか、もうどういうことやねんって大問題になって、全員これちかグループっていうのは左遷される形になりました。チーンって形。で、まあ、最後の生き残りでやったのが、この道長くんっていうことで、おい、よかったねって、ここから道長の出世街道がスタートするわけなんですよ。っていうか、まあ、言うても、まあ、全然盤石じゃないから、いろいろやらなあかんねんけど、言うても、まあ、いきなりね、もう、全然関係なかった、出世とか関係なかったところから、いきなり出世の、まあ、一番本命のところまで、みんながなくなっていって、残るっていう形になったんですよ。へぇ、なるほどね、と。で、お待たせいたしました。紫式部のところをちょっとお話ししましょう。その棚に書いてるやつね。はい、この時にため時お父さんがやっと仕事を得る形になりました。はい、よかったね、プー太郎からお仕事を得られるようになりましたということで、越前の神、越前の、まあ、ボスになりました。越前の方出向いて、ボスになりましたよという形になったんですよ。で、これにもね、いろいろエピソードがあるんですよ。はい、なぜかというと、最初この何人事を決める会議が、まあ、道長とか天皇とかがいろいろ取り仕切ってる中で行われた時、為時君も出征をこうしたらいけない理由があったんですよ。仕事しないいけない理由があったんですよ。なぜかというと、この紫式部はこの時24歳なんですけども、完全にこの時の年齢のアベレージでいうと出遅れてるわけなんですよ。婚期的に結婚婚期を逃して、まあ言うたらいつまで家にいるのかなみたいな状態やったわけです。周りからもみんな同級生結婚してるけど私だけ残ってるねみたいな状態やったんですよ。これなんでかっていうと、お父さんが貧乏やったからなんですよ。はい、当時は結婚するとその夫っていうのは奥さん方の家で、まあ、義理のお父さんとお母さんとかにいろいろ世話をしてもらって、まあ、こう働きに行くみたいな、こっちの奥さん側の家っていうのが非常に大事になってくるわけなんですよ。こっちが、まあ、お金を裕福持ってなかったらまともな結婚ができないよっていう状態だったんですけども、紫式部の家は、お母さんすぐ亡くなっちゃったの。紫式部ちっちゃい時亡くなっておらへんし、お父ちゃん無職でブー太郎やしっていう状態やから、誰も普通にまともに結婚できへんなということで、今回あったので紫式部的にはずっと出遅れてたので、お父さんはさすがにそれやばいなということで、働かなかまでいろいろリクエストしとったんかもしれんけど、それがついに叶うのが、この996年やったんですよ。で、その会議、道長と天皇が会議してた時に、最初は淡路国の国主に任命されてたんです、されたんですね。淡路国、あ、よかったね、職ブー太郎から職で取ったわって言うけども、お父さん的にはだいぶ不服やったわけなんですよ。なぜかというと、淡路国って、まあ、お世辞にもね、そんなに、国高が良くなかった、まあ、ちっちゃい国やったんですよ。で、
当時この国国司っていうんですけども、国に出向いて、こういろいろ国の管理をして国をまとめたりするんですけども、これがね飯の種やったんよ、当時の貴族からすると。なぜかというと、出向いてってある一定の税金を中央政府朝廷とかに納めさえすれば、あとは自由にやっていいよっていう放置プレイやったんですよ。なので税率をめっちゃ、ね、例えば税率 90% とかやって、ね、朝廷には 40% さえ納めたらいいから残り 50% 俺のもんっていうようなことができたよ。絶対一気かなんか起こるけど、そういうことがまあ極端に言えばできたわけよ。でそのリザヤを自分の私腹として肥やすことができたので、ちっちゃい国に行ってもそんなに潤わないわけなんですよ。よりかでっかい国に行った方が、まあ、めちゃね私腹を蓄えることができて裕福になれて、紫式部も結婚できるなんていうことになるので、お父さん的にはいやそんな淡路国じゃちょっと飽きませんわということで、その怒りと悲しみと残念さをなんか漢詩文にしたためて朝廷に提出したんですよ。まあ、天皇とか道長に提出したんですよ。はい、その漢詩文っていうのがこちら。はい、苦学の官屋は香類エリを潤し、地獄の御調は蒼天眼にありという内容になりまして、樹木っていうのがその人事会議のことで、これどういうことかっていうと、いやね、僕ねめっちゃ勉強してたんですよ、苦学。めっちゃもうねもうめっちゃ勉強して、寒い夜もねめっちゃ勉強して、めっちゃ頑張って家どころにならなか娘のためにめっちゃ頑張ってたんですけども、そんな淡路国とかはもうやってませんや、もう血の色の涙出ますわ、バタ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 、なんかその血の涙でエリめっちゃ赤く染まってますわ、そのね会議の翌朝はめっちゃ晴天で青くなってますけども、なんかもうその血の真っ赤っかの目ん玉にはその青い空っていうのがめっちゃ染みますわ、あー俺最高気持ちいいっすわみたいな、ちょっと自虐的な歌を歌ったのがこちらになりますと。それを天皇に提出して、天皇がねこれに感動したのよ。うわすげえ、うまいこと言いよんな、わこの赤と青めっちゃこう対比に使ってるし、わなんかすごいなんかええ感じの漢詩文書く、こいつすごいな、でもなんかちょっと悲しいな、こんなめっちゃ漢詩文こいつすごい才能あるのに、こんなやつが厚遇されないようなそんな世の中、なんか今は言いたいことも言えないこんな世の中じゃになってるのかみたいな感じで、天皇がちょっと涙したんですよ。ならそれを見てピンチって思ったのが道長くんやったわけなんですよ。はい、なぜかというと道長は、一条天皇の機嫌を取っとかなあかんかったわけなんですね。言うたら、自分は敵はおらんようになったけども、味方もそんなに多いわけじゃないんですよ。お姉ちゃんしかおらへんから、なんとか一条天皇を味方にしとかなあかんから、この漢詩文とか、一条天皇ってインテリやったのよ。漢詩とかめっちゃ得意やったから、その一条天皇の漢詩で、なんかこう、気を引かなあかんなと思ってる中で、漢詩のことでなんか悲しんでるから、これはこの漢詩めっちゃ得意なやつをちゃんと栄養にしたなんと、ポイントが下がってしまうみたいな感じで、急遽人事チェンジが行われたんですよ。そうなんです。そうだから、もともと越前の国っていうのがあったんですね。越前福井県らへん、あそこらへんっていうのはめっちゃ大国やったわけなんですよ。もうめっちゃいいとこで、そこにはもう任命されたやつがおったんですけども、道長君が「ちょっと で、辞任になって入ったところに、その藤原の、ためとき、紫式部のお父さんが、任じられるということで、ためときにきには、やったやってみるもんやな、なんか訴えてみるもんやな、みたいな感じで、やったーなんですけども、そのたまらへんのは、その変えられたやつやね。変えられたやつは、それが原因で心の病になって、後々すぐ亡くなっちゃったというふうに言われております。かわいそうやなって感じなんですけども、まあまあ、ためときは、それで、やったーになりましたよ、と。まあ、藤原の道長的には一応これまあ後からの話なんでほんまかどうか分かんないですけども、当時ねなんかその越前の国になんか中国かなんかの外国人が来てたらしいんですよ。でなんか貿易してくれ交易してくれやみたいな感じのことなんか言うてごねてはりますよみたいな話で、それをなんとかちょっとうまいこともするとちょっとねもんってするためには、漢詩とか中国のこの文脈に関してめちゃめちゃこう分かってるやつがいかんとあかんから、それができるのは藤原のためときやと思って任命したんやみたいな感じのことは言うてるので、ほんまかどうか分からん、一応それは表向きの体裁でそうなったよと。だまあどんな理由は何であれね、ため時的にもやったーっていうことで、レッツゴーになったわけなんですよ。でそれに紫式部も私も行く、越前家に食いたいから行くみたいな感じで同行しましたよということで、初めて京都から出ます。はい、それが1996年の24歳の時ね、で同行で、越前の方に行きましたよと。
で、ここでね、まあ言うたら、越前の国、言うと大国みんながなりたい、競争率めっちゃ高いっていうところに赴任したもんやから、まあ言うたらお金が入るよろうっていうのも含めて、風向きが変わったんですよ。何の風向きかというと、紫式部への結婚に対する風向きが変わったんですよ。はい。そこでね、言い寄ってくる男子がいます。はい、それが藤原の信孝という方になります。はい、信孝君が、こうずっと紫式部に、まあ、紫式部は越前の国におるんで文通する形になります。京都やからね、文通する形になるんですけども、ちなみにこの信孝君というのは、この紫式部のまたいとこになります。はい、またいとこ、この時代間の中ではまたいとこっていうのは全然知らん人ぐらいの、遠い距離やと思ってください。もういとこでやろうとなんだろうと結婚全然やるよっていうのがこの時代なんで、またいとこはまあ全然あり得るよねっていう形なんですけども、信孝君から求婚する形になります。だからこの信孝君はめちゃめちゃ年上なんですよ。45ぐらいだから、紫式部24ぐらいで45ぐらいのおじちゃんなわけなんですよ。でおじちゃんでもうすでに結婚もしてるし、本妻もいて、なんなら他にも2人ぐらい奥さんいらっしゃいますよ、で結構出世もちゃんとしてるよっていうめちゃめちゃすごいところのおっちゃんが、いや紫式部ちゃん、ちょっとええ感じになってみたいから、ちょっと結婚しようやみたいな感じでラブレターを送っていくというような形になります。ただ、紫式部的には、いやいやもうまた言うてるだけでしょ、プレイボーイは知ってるわいな、あんたが私たち行っちゃう時からおっちゃんがどんなことやってきたか知ってんねんから、分かってるから、もうまたまた言うてるだけでしょ、私も本気にはしてませんよみたいな感じで結構いらしてたらしいんですよ。なまあでも信孝君はね全然諦めずに、いやそんなことないでってめっちゃこうラブアプローチをしてたわけなんですよ。で手紙ではね、なんか紅を散らした手紙っていうのを書いてあるんですよ。紅、赤いやつね。紅を散らした手紙で、その内容が、あなたを思って血の涙が出ましたわ、みたいな感じで、なんか、あれや、ため時のよう似てんなって感じだけど、血の涙が 出てしまいました。それぐらいあなたのこと思ってるんですよっていう手紙を送ったんですよ。なら、紫式部はなんて返したかというと、心変わりする色に見えて疎ましいですわ、みたいな感じの、もうめちゃめちゃ厳しい、そけない返事をしたと言われております。紅っていうのはめっちゃ色が、にじみやすいんですね。表具しててあるんですけども、赤色とか紅色ってめちゃくちゃにじむので、それと合わせて染料としての紅の色の移り変わりやすさを、この歌に変えて、いやいやそんなん言うてもあなたの心移りやすいのがように見えて、しゃあないさどうせ嘘やろみたいな感じでペッペッペッってやってたんですよ。でやってたんですけども、信孝諦めないということで、信孝アタックはずっと続くということで、ついに恋が芽生えて、なんとこの紫式部は帰ってきます。はい、それが997年25歳の時、単身京都に帰ってきます。単身一人で、強って思うけど、まあまあいろいろあるやん、従者とかもおったんかもしれんけど、まあ一人で帰ってきましたよということで、997年に帰ってきて、その翌年998年に、めでたく26歳にして藤原信孝と結婚いたします。てれってれー、おめでとうございますということで、よかったねということで、やっとね、紫式部なんとかエピソードがいっぱい、やっと私の出番が出てきたねっていう感じに、なります。はい、はい、まあ紫式部よかったねということで、次どうなったのかっていうと、999年頃、27歳の時に、娘が生まれます。おそらくさらによかったねということで、名前が片井子もしくは剣士と言います。賢い子って書いてある剣士なんかな、まあまあそういうのが生まれました。よかったね、おめでとう、母になりましたよということで、このお母さんになったっていうのもね、紫式部のその、文学の中では非常に大きな転機だったんじゃないかな。やっぱお母さんになるということで見えるものっていうのはだいぶ違うんじゃないだろうかということで、この結婚出産っていうのが紫式部気分の文学の中では非常に大事なターニングポイントになります。はい、でその中、宮中ではどうなったのかというと、ここでね、また問題が起こるんですよ。問題が起こるというか、道長君がね、もう頑張ってるんですよ。もうめっちゃねじ込む、もうや、すごいことやるんですよ。それ何をしたかっていうと、道長がね、自分の娘を、少子、もしくは秋子というんですけど、少子秋子を、一条天皇に受罪させて、中宮にするっていうことが起こりました。はい、それどういうことなんて、ピンとこないじゃないですか。これね、当時で言うとありえないことなんですよ。ありえない。なぜかというと、一条天皇、当時の一条天皇というのは、すでに、もう中宮って言ったんですよ。まあ、言うたら本妻ね、本命の奥さんがおったわけなんですよ。それがさっき言った、定子さんね、貞子さん、定子さん、道隆お兄ちゃんの娘さんともなってるので、普通は、こちらが、本妻なので、他は、まあ、当時の天皇というと、基本的には本妻は一人だけ、まあ、他に彼女をおったとしても、本妻は一人だけが当たり前やったんですけども、道長的には、いや、うちの娘も、どうか、ちょっと本妻に、
していただけないでしょうか。そうしたらうちも権力取れるんで、みたいな感じで思って、本妻にしてしまえみたいな感じで、なんかねじ込んだんですよ。ねじ込んで、中宮にしちゃったんですよ。で、みんなからしたら、意味わからん、意味わからん。いや、中宮おるから、中宮二人とかそんな聞いたことないで、みたいな感じになっちゃったんですけども、道長的には、いやー、まあ、天皇ぐらいね、バイタリティやったらね、本妻二人ぐらいおった方がいいんですよ。だから、うちの少子、明子もね、中宮にしちゃってくださいわ、みたいな感じで言って、なんとかねじ込んだ。まあ、逆らうやつ誰もおらへんからね、やっぱ、ねじ込めたんですよ。でも、まあ、ギャラリーからすると、いや、中宮二人ってちょっとややこしいんで、どういうことなんていう、やっぱね、批判が飛んだので、道長が、わかりました、わかりました。ならもう、貞子さんは中宮やったんですけども、一つランク上がって、皇后っていうランクアップしたらいいじゃないですか。だから、うちのが中宮で、天使さんは、皇后。これでいいじゃないですか。納得納得、みたいな感じでやったんですけど、これ全然ギャラリー的には、はって感じなんですよ。なぜかというと、皇后と中宮で一緒の意味やから。うん。全然、当時、ここまでは同じ意味やったのが、藤原の道長的には、いや、まあまあ、中宮と皇后は別の意味やで、っていうふうに分けた上で、こっちの皇后をあんたにあげるから、うちは中宮やからいいでしょ。でも、それとも本妻のポジションやからね、みたいな感じで、無理やりロジックをねじ曲げて、ぶち込んだっていうのをやったんですよ。これ、一定二号って言うんですけども、当時からすごいこと、ウルトラシーみたいなことを、雰囲気で涼しい顔でブーってやっちゃったんですよ。うちらが、やるなみたいな感じなんですけども、これをやっちゃいましたよ、と。で、そうこうしてたら、貞子さんの方も負けておりませんよ、っていうことで、どうしたんというと、第一王子、厚安親王を出産する形になります。はい、息子が生まれたんですね。でもちょっと、わかります、わかります、わかります。ちょっといっぱい出てきたね。いろんな親王、ちょっと複雑になったから、家系図をちょっと整理しましょう。それが、こちら。はい、もう一回してみね。貞子さんが、お兄ちゃんのところでおって、一条天皇と結婚してたんだよ、と。で、そこに、厚安親王っていうのが生まれましたよ。まあ、言うたら、次の天皇候補の筆頭株というか、もうこれしかおらんやろ、みたいなやつが生まれましたよ、と。で、道長はもう、そんな、あかん、まずいということで、自分の娘も無理やり一条天皇に、貞子と同格やで、みたいな感じでねじ込みましたよ、という形になります。はい。で、この貞子、天使さんのところに、有名な清少納言が、ついてたんですね。貞子さんのところに仕えて、宮廷で、枕草子を書いてた清少納言というのはこっち側のグループにいます。で、こっちのグループでね、当時っていうのはこの天皇の、本妻のところにはね、やっぱ文化華やかな空気感、サロンみたいなのが出来上がってたんですよ。いろんな風流な人たちが来てね、みんな通ってたわけなんですよ。男たちも寄ってきて、なんか歌の投げ合いとかをしてね、和歌の返答とかして、なんかキャッキャッキャッキャするような、そういうグループがあって、そこの筆頭株で清少納言がおって枕草子とかしとって、あ、ええ感じやねみたいな感じで華やいでたんですけども、これがこの明子さんボーンって入れることによってだいぶ力関係がグワーってにこう歪んだんですよ。で、しかも貞子さんからするとお兄さんにあるコレチカ君、天皇法皇火山さんに弓を放ったやつで、ね、は、左遷されてしまってるし、お父さんの道隆君もおらんようになってるので、貞子さん的には最近も悲しいことばっかり起こってるわけなんですよ。もうなんか自分の味方どんどんおらんようになってるし、お兄ちゃんとかもおらんようになってるし、で、なんかようわからんけど、おじさんか、道長おじさんの娘さんもなんか私と同格とかで乗り込んできはったで、もうやっとれへんわみたいな感じでちょっと沈む形になります。はい。で、ちなみに言うと、これすごいのが、まず年齢がおかしい。年齢設定がまずね、一条天皇21歳で、貞子さん24歳、まあ、ここら辺はまあまあ OK なんですけども、藤原の明子さん、彰子さん、この道長の娘さんはなんとね12歳です。どうも、そう、普通なんかな、どうかわからないけど、当時は普通なんかしてるけど、僕らからするとすごいね、なんか小学生やのにもう結婚してんのって感じなんですけども、もう道長君も、もうむちゃくやるしかなかったんやろね、もううるやでねじ込んだから、もうこういう構図でやってましたよっていうところで、続いてどうなったのかっていうと、次がね、1001年になります。1001年29歳の時にいろいろ起こります。いろいろまた変化が起こります。それ何なのかっていうと、29歳の時に紫式部のご主人、疫病のため没します。チーンということで、これがね、まあ、紫式部的には、まあ、ショックやった。まあ、それはショックやわね。せっかく結婚したのに、結婚期間めっちゃ短かったわけよ。数年しかなかって、ご主人亡くなりましたよっていう、もう悲しみにもう暮れたわけなんですよ。ああ、悲しい。もうでもこの悲しみを私はもう物語で発散するしかないみたいな感じで書き出したのが源氏物語ではないかというふうに言われております。はい。この源氏物語がいつ書かれ出したかっていうのにも諸説あるんですけども、一般的にはここら辺でその悲しみを乗り越えるためにいろんな物語を書いて心を癒したんではないかというふうに言われております。へえ、なるほどね、と。ここから源氏物語スタートだったんですね。まあ、ご主人の死からなんですね。
で、まあまあそれで書き始めましたよと、やっとまあまあ紫式部らしくなってきたところで、宮廷ではまたこれいろいろあったのよ。はい、それ何なのかっていうと、貞子さんが、亡くなります。そうなんです、そうなんですよ。ちょっと身ごもってはって、で、産むは産んだんですけど、難産やって、それが元で、貞子さん亡くなります。定子さん亡くなりますよ、ということで、どうしよう、みたいな感じになっちゃったと。で、まあ、貞子さん亡くなったから当然、その清少納言もうおいともいただきます。もうね、やめさせていただきますわ、みたいな感じで、やめちゃったので、バッポペケポンになっちゃったよ、と。で、この厚安親王ですね、一条天皇とやっと、まあ、生まれましたよっていう厚安親王どうすんねんっていうと、これがね、また複雑なところなんですけども、じゃあ誰が面倒見んねんっていうことなんですけども、なんとね、この厚安親王の面倒を見たのが、あきこさん、彰子さんの方やったんですよ。そうなんて、なんか敵方ではないんやけど、一条天皇を境になんか向こう側の敵の、なんで私が育てなあかんねんよっていう感じになるんかなと思ったけども、そうではなかったんですね。まあ、これはね、道長の、まあ、策略でもあったんやと思うんやけども、万が一、まあ、自分的に道長的には自分の明子さん彰子さんと一条天皇が結ばれて、お孫さんが生まれたら大万歳で自分がおじいちゃんパワーを発揮できるからポジションになるからね、それが一番いいんやけど、万が一生まれなかった時にこの安々親王が天皇になった時に、こうちっちゃい時にちょっとなんかおじいちゃんじゃないねんけど、なんかまあええようにお小遣いとかね、お年玉いっぱいあげとってんから、おじいちゃんじゃないんやけどわしの言うこと聞けるよなみたいな感じのオラハラをするために、一応その明子さんに育てさせたんじゃなかろうかみたいな感じで言われております。なかなかすごいね、道長くん考えてるねって感じなんですけど、ここもすごいでしょ。みんなようか、みんなはっきり言って出世のことしか考えておりません。はい、もう結婚は出世のためにするとしか、もうほんまそういう時代やったんですよ。ということで、厚安親王っていうのは、彰子明子さんに、こう、ね、育てられる形になります。はい、でまあまあよかったねよかったねだったんですけども、ここでね、まあ問題があるんですよ。はい、問題があったんですよ。道長的には誤算やったのが、一条天皇は思った以上に貞子さんが好きやったんよ。はい、もう大好きやったんよね。亡くなってしまったけども、ずっと心の中でもう思ってるわけなんですよ。だからこっち亡くなったから、あ、こっちみたいな感じですぐ乗り換えれるわけじゃなくて、やっぱり、ああ、貞子、ああ、貞子、今、どこにいるのだ、お前は、みたいな感じで、こう、心をもう病んでるわけなんですよ。そんな状態で、こう、彰子明子さんのところには、なかなか行かなかったわけなんですよ。はい、向かなかったわけなんですね。恋が成就してないわけなんですよ、明子さんのところには。で、これは道長的にはピンチやと、やばい、なんとか、一条天皇に明子のこと、好きになってもらわなあかんわ、いうふうなことで、どうしたもんかなと思った時に、なんか今最近物語ええのが流行ってるらしいぞっていう噂が回ってきたんですよ。なんか面白い物語が宮中でもなんか逃げようなんか回し読みされてるみたいで、でなんかこう、そういや一条天皇って物語好きよってな、漢詩とか漢文とか好きやったから、このもしかしたら物語好きになってくれるんちゃうかな。ほんなら、その物語を餌に、ちょっとこっちの彰子明子の方に来てくれたりせえへんかな。そうしてくれて、なんか共通の話題、明子にもその物語を読まして、みんなが好きな共通の話題としてこうやったら、なんかこうちょびちょびうまいこといくんちゃうかなって道長的には考えたのよ。よし、それや。じゃあその物語書いてるやつ、その物語なんや、うん、源氏物語、それ書いてるやつ誰やっていうことで探したのが、紫式部やったんですよ。で、紫式部のところにスカウト行くわけなんですよ。ああ、行くぞーみたいな感じで、ああ、紫式部ちゃん、式部ちゃん、おお、君ね、めっちゃいい、あれ書くみたいな、源氏物語読んだよな、読んだよ、めっちゃおもろいやん。起立坊、起立坊、おるね、おお、誰が一番好きな、若紫、おお、好き好き、分かってる分かってる。全部読んでるからね、ああ、分かってる分かってる。あんで、そうそう、君にね、いい話があるのよ、いい話。ちょっとね、君、宮廷に、ちょっと働きに来てくれへん。彰子って、あきこってね、俺の娘がおるんやわ。で、天皇の、ね、本宮、中宮やから、もう本妻やからね、そこおんねんけども、ちょっとね、ヘルプいるんやわ。君に来てくれへんから。で、別にそんなね、普通のやつがやるようなことせんでええから、もう、そんなご飯の用意とか別にせんでええから、君はここで、執筆活動してくれへんかな。彰子に使いながら執筆活動してくれる、それだけでいいから、ね、全然使えてくれへん。お給料もずっと払うから、ちょっと頼むよ、来てや、みたいな感じで、道長がスカウトしたと。
な、紫式部的にはマジっすか宮遣いっすか、いやー私の柄には合わへんねんけどな、ちょっと堅苦しいけど、まあでも紙もらえるんやったらええかな。で親父のね、あの越前の紙に行く時にはこの道中さんの人事で世話になってなんかねやったから、もう断る理由もないし、お金もらえるんやったら行こうかなっていう風な感じで、宮遣いする形になったんですよ。はい、これ紙っていうのがね一つキーポイントになりまして、当時紙和紙っていうのはめっちゃ高級なものやったんですよ。そんじょそこらのやつが大量にガッサーって持てるようなもんではなかった。で源氏物語ってめちゃくちゃ長編なんですよ。54個のストーリーがあるというふうになってるので、もう紙めっちゃ必要なの。下書きとかしとったらもう山ほど紙必要やったから、そんな紙を普通のいくら越前の紙のところで、ね、あのお父さんが頑張ってる言うてもそんなんでまかないきれませんよっていうぐらいの紙が必要やったわけなんですよ。でもその時めっちゃ金が必要やったわけなんですよ。で、どうしようかなっていうところで、この道長がバックアップして「紙何だでも使えや使えや、がもう紙製造機やわしは」みたいな感じでこう出してあげて、隅とか何でも やったるでみたいな感じでバックアップしたことによって。源氏物語っていうのはあれほどの長編になったんじゃなかろうか、あれだけ書けるようになったんじゃなかろうか、生まれたんじゃなかろうかとも言われているので、この宮遣い道長が、スカウトしたということがめちゃくちゃ大事だったんですよ。はい、ということで、紫式部というのは少子明子ちゃんのところに、こう使える形になります。まあ明子ちゃんもね、よろしく源氏物語好きやで、あれおもろいなみたいな感じで言ったんですよ。でまあ紫式部もね、あの明子ちゃんのこと気に入ったと、あめちゃめちゃおとなしいけどめっちゃ可愛くてええ子やなみたいな感じで、ちょっとあの明子ちゃんってのはおとなしい気味やったみたいですよ、ちっちゃい時は。でもまあまあでもええ人やなみたいな感じで、紫式部気に入ったと。そういうふうな、なんか宮中でのことっていうのを紫式部は結構日記に書き残してるので、まあまあそれなりにあの信憑性のあるなんか話があるみたいなんですけれども、まあそういうふうに思ったと。はい、でまあ紫式部こう突あの突突になっちゃう宮遣いしたいんだけども、紫式部的にはね、まあ、宮遣い結構疲れたみたいやったんですよ。まあ、それはねもう言うたら33の時ぐらいまで一回たりとも宮遣いしたことない。そっからいきなりこう宮遣いするでって言ったら、わあ女子社会ですよ宮遣いって言ったら、その世界に入ってくってこと言うのはねなかなか辛かったみたいなんですよ。いや宮廷の女子社会結構きついわいうことで、入って結構早めにちょっとおいとめいただきますって言って脱出したというふうに言われております。でも 何ヶ月か休んだけども、まあ、もう一回やるかみたいな感じでもう一回戻ったみたいな感じで言われてます。で何がそんなにきつかったかっていうと、まあ言うたら紫式部って頭良かったらね、まあ、漢文とか男が読むやろ全部読みこなせるから、男顔向けの頭の良さやったわけなんですよ。なおそのね宮中の女性からすると、何あの人頭ええこと鼻にかけやがって、腹立つわ、なんか調子乗りやがって、なんかね男子の方となんかええようになんか会話して、なんか私たちのこと見下してるんでしょ、クス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 みたいな感じで陰口を叩かれるらしいの。女子社会やねっていうのが紫式部的には結構きつかって、でだからおいともしたんやけども、帰ってきた時にちょっともう分かった分かった、私頭ええからちょっともうなりきるわっていうことでアホな子になります言うて、私分かりませんみたいな感じでアホな子を演じるようにして、なんとかうまいことやりましたよというかなりきつい状態だったのが、紫式部だと言われております。はい、で他にどんなことが、まあ、その日記的なところで書かれてたのかっていうと、定子サロンっていうのがあったんですけど、それがねやっぱ色濃くまだ影響残ってたらしいんですね。定子サロンって清少納言のサロンですよ。あそこはやっぱり華やかやったねと。で清少納言の枕草子もやっぱあれは読んだけどええ感じやから、まあそれは人気出るっていうのも分かるわ。ただこの枕草子にね、なんと枕草子やったと思うんですけども、枕草子に、ご主人のことも書いてたらしいんですよ清少納言が。で、それがなんとねちょっとディスってる、なんかちょっとバカにしたような、ちょっと頭おかしいよねみたいな感じのことが書かれてたのを、紫式部が見たかなんかでブチ切りやったんですよ。あいつほんま私のご主人何してくれてんの、何ええように書いてくれてんのよ、いつかそのリベンジしたるからなみたいな感じで、ちょっとヒップホップ のディスのやり合いだよな、いつかやったるからなみたいな感じで、後々にでありますけれども、紫式部も清少納言のことかなりあとディスってます。はい、ディスり返しております。なんかあの人なんかいちびってるけど、漢字結構書いてるけど漢字間違い多いし、なんか調子乗ってるけど、そういう人の行く末って結局多分ええようにならへんと思うわみたいな感じのこと結構つらつらディスってるというのが残ってるので、紫式部だいぶ口悪いなと思うけども、まあ、結構女性作家にでもいろいろあったんやなっていうのが分かる。まあ、こういうふうな、宮遣いをしながらもなんとか、源氏物語を書いてたんですよ。書いてたらこれがねうまいこと言ったのよ。はい、うまいこと言ったんですよ。よかったねということで、どういうことかというと、その、ね、源氏物語を一条天皇も気に入ったんですよ。気に入って、で、やっぱね、少子明子のところに、こう、源氏物語があるから、そっちに通うようになったのね。
で共通の話題もできて、なんか共通の話題があったらね、なんかこう今までちょっと仲悪かったのもなんかね、でここどう思いますみたいな感じの話題ができて、ちょっとなんか距離縮まって、ちょっとみたいな感じで一条天皇と晶子さんが仲良くなったのよ。この源氏物語を元に、でついにできちゃったんですよ。はい、それが1008年36歳の時に、晶子彰子篤姫親王を出産ということで、おめでとうございます。もうちょっと圧が続く、この時代あるあるね、未知が続くのと圧が続くのみたいな感じでちょっと名前ややこしいんやけども、晶子さんに、一条天皇の間に、子供ができたのよ、おめでとうございますということで、その図がこちら。はい、一条天皇と晶子さんのところに篤姫親王が生まれましたよって言ったら、道長からするとおじいちゃんになれる息子が生まれましたよっていうことやったんですよ。あ、よかったねっていうことやったんですね。で、よかったねの次どうなったのかっていうと、1011年39歳の時に、一条天皇が、攘夷をします。はい、もう次譲りますよっていうことで、次の天皇に攘夷を譲った。この時は別にその息子たちじゃなくて別の人に譲ってます。はい、それが三条天皇っていう人に、譲りまして、一条天皇が即位します。で一条天皇は、攘夷した後すぐ崩御します。すぐ亡くなっちゃったんですね。だからまあ彰子晶子的には悲しかったと思うんですよ。あ、一条天皇、私のせっかく仲良くなったのに、子供も生まれたのにっていうのもあったと思うんですけども、亡くなってしまいましたよと。で皇太子に誰がなるかっていうところで、ここがポイントなんですよ。はい、言うたら道長がここでもうめちゃくちゃもう勝負かけに出たわけなんですよ。もう強権発動したんですよ。どういうことっていうと、普通ねこの図で見ると、皇太子、次の天皇、三条天皇の次に、天皇になる人は誰かっていうと、順番的には厚安親王なわけなんですよ。この貞子さんと、一条天皇の間に生まれた人の方が第一王子やから、順番的にはこっちになるのが普通やったんですよ。で、それは晶子彰子も、分かってたし、望んでたんですよ。言うたらずっと育ててるから、ちょっと常務移ってね。いや、もうこれは厚安親王がなるべきでしょ。普通はなるでしょ。みたいな感じで、ね、私のね、厚平親王が生まれたけども、それはもう厚安ちゃんがなるべきよね、みたいな感じで思っとったんですけども、お父さん的には、ならんって言ったんですよ。道長、ならん、厚平親王が次の皇太子だみたいな感じでドーンやったんですよ。で誰も文句言えない、もうこの時ぐらいなら道長に誰も弓引くことできんかったから、道長さんが言うからそうなんだよみたいな感じでもうシーンってなっちゃって、なんとね、この厚平親王が次の皇太子天皇候補になっちゃったんですよ。マジでみたいな感じで、これには彰子晶子もだいぶブチ切れた。いや、だいぶブチ切れたって言っても、いや、でも自分の息子がなんか天皇候補に皇太子になったって言ったら喜ぶべきことやけども、もうそれを押してて普通の感情で言えば、厚安親王がなるようなもんやったんですよ。がなれなかったよっていうことで、ここでね、もう厚安親王は完全に、天皇になることっていうルートっていうのが立たれました。はい、立たれてしまったんですよ。で、状況を整理して、まあ、立たれてしまった厚安さんのところをバツンペケポンして、でこの三条天皇っていうのが、前半戦一番最初に言った彰子さん、ここで出てくるかやけども、ね、お姉ちゃん、だから道長からすると大お姉ちゃんが彰子さんなんですけども、その、息子が三条天皇をやったわけなんですよ。ここだけのために彰子さんを書いてた。はい、三条天皇誰なんていうと、彰子さんの、息子だよということで、これが天皇になる、順番的なもんもあってね、天皇になるよっていうことで、こういうふうな図式になりますと。で、紫式部は、彰子と晶子さんとともに、ちょっとね、まあ、一条天皇、攘夷したし、亡くなっちゃったから、ちょっと住むとこ変えますわって、引っ越しします。まあ、これ別にどうでもいいけど、一応言っときます。はい。それが、1011年39歳、式部は、晶子とともに、琵琶殿やと思うね。琵琶殿って読むかな。琵琶殿に、移ります。まあ、引っ越ししましたよと。まあまあまあ、こういうふうにして変わりましたよということで。じゃあ次どうなったのかというと、この三条天皇がね、バリバリやる気満々やったんですよ。やっと俺出番出てきた。でも彰子さんもお母ちゃんもあんまり話題に出てこんかったけど、やっと今出てきたから、わしやる気も今は30代やから、やる気これからどんどん天皇でしやったらでっていうふうにやる気出してる三条天皇と、それが邪魔な道長という構図になります。なぜかというと、道長的には三条天皇はよどいてくれ、お前はっさとどいてくれたら、この厚平親王が次の天皇になってくれるから、わしおじいちゃんパワー出せるわけよ。一番権力
も握れるわけやから、お前が早うどいてほしいんやわみたいな感じでバチバチの小喧嘩になるわけなんですよ。でこう早う引退してほしいなと思ってたんですけども、その時のこう何て言うてんのね、言うても二大政権なんですよ、まあ、三条天皇、現役の天皇と一番権力持ってる道長がバチバチやると、ちょっとね、なんかもう宮中とかもなんかもう揉めるじゃないですか。ちょっとなんかええようにバランス取らなあかんなって周りが気使ってたわけなんですよ。でその気使ってたやつの代表格っていうのが三条天皇の取り次ぎで動いてたのが、藤原の実助っていう人やったんですね。実助、これはまあ大河ドラマでもロバートの秋山がやってる人なんですけども、この人がまあ、三条天皇の取り次ぎとして頑張ってましたよと。で藤原の書士明子もめっちゃ動いてたんですけども、それの取り次ぎ役、まあ、秘書的な役割をしてたのが、紫式部やったんですよ。だこの、実助と、紫式部というのを結構やり取りしてたわけなんですね。お互い大変ですねみたいな感じで、ほんまそうやで、もうこれ言うといて、あ、わかりましたわかりましたみたいな感じでこうやり取りして、で実助の日記にあの紫式部のところが書かれてるので、この時代ぐらいまでは生きとったんやなみたいな感じのことがわかると、まあ、こういうふうな感じで結構骨を折ってたのが紫式部と実助だよと。でそうこうしてたら、あのつい三条天皇が引退する時がやってまいります。はい、それが、1016年44歳の時に、まあ、この時ね、三条天皇って目が悪くなってたみたいなんですよ。目がちょっと眼病を患ってた。しかもその、前年と前々年、1014年と1015年に、代理が結構火事になったとかいうのもあって、結構なんか心労がたたってたり、まあ、目の病気になってたっていうので、ちょっと心弱ってましたよと。で、藤原の道長的にはチャンス、よっとということで、おめえ悪いんやったらもうさっさと引退せえや、もうさっさとシッみたいな感じで言うとったら、わあ、三条天皇もくそ、わかったわ、わかったけど、お前の思い通りにはさせへんからな、わしの息子の厚明親王がちゃんと次の皇太子になるっていうのを確約して、それを条件にわしは引退するからなみたいな感じで言って、引退したんですよ。道長もそれを飲んで、その三条天皇の息子厚明が一応皇太子になります。はい、まあ、ここ一応ね、最悪のケースは免れるみたいな感じで三条天皇的には頑張って置いたんですよ。なんとか、なんかセーフティーポイントで、まあ、道長的にはもう何でもいいわ、とりあえずどいてくれ、お前さえどけばわしの、ね、孫が天皇になるからということで、厚平親王が即位して御一条天皇として即位します。ややこしいで、一条天皇の子供やから御一条なんかなって感じなんですけども、まあ、道長の孫一号がなんとか天皇になりましたよということで、道長的にはよーそう、おじいちゃんパワーついに手に入れた、これで摂政としてふわっと政治の実権握ったろうみたいになりましたよと。で、それでね、まあ、三条天皇的にはね、いや、まあ、セーフティーポイント置いたから大丈夫やろと思ってたけど、そうではならなかったんですよ。それ何かっていうと、1017年45歳、紫式部ね、45歳の時に三条法皇、まあ、今出家したから法皇なんですけども、法皇がね、崩御します。亡くなってしまいます。みたいな感じで。でもまあまあまあ、ね、厚明らしの自分の息子が、一応、皇太子やから、まあまあ大丈夫やろうっていうことやったんですけども、道長から無言のプレッシャーがめっちゃ、ね、出てたみたいなんですよ。ちょっと道長的には邪魔なわけなんですよ。皇太子も違う人にしたい、自分の方にしたいから、君分かってるよね、君も味方おらへんで、三条天皇お父ちゃんおらんようになったし、君の味方誰もおらへんし、わしが言いたいこと分かるよね、オーラをめっちゃこう目でビーム出してるわけなんですよ。でちょっと厚明親王もね、ちょっとお腹痛くなりまして、すいません、僕皇太子お父さん三条天皇から言われてたんですけど、ちょっと辞退しますってなっちゃったんですよ。なっちゃって、じゃあ誰が皇太子やんねん、次の天皇ね、御一条天皇の次誰が天皇やんねんということで、皇太子になったのがなんとね、厚長親王ということで、藤原の道長の孫2になります。おったんかいって急に出てきた、おったんって感じなんですけど、おったんですよ。明子さんのところに生まれた、次の男の子も生まれとったんやなっていうことなんですけど、生まれとったんですよ。なので、これがすごいことなんですよ。わかります？道長的には、天皇がまず孫一号になってるわけなんですよ、ここで。で、次の天皇になる皇太子っていうのが孫二号がやってるわけなんですよ。ということで、次も美味しいねっていうのがおじいちゃんパワーとしてやれるんですよ。なんならこう自分がちょっと引退してもちょっとまだこのね、時代が続くから孫1号孫2号だいぶ長いことやれるでっていう、その間にやれるでっていうことやから、自分の息子とかにもちょっとまだまだ権力移譲してわしの天下にできるでっていうところのいいポジションになったんですよ。おーすごいな、ここら辺がねもう大詰めのところなんですけども、ここでね終わらなかったんですよ、道長っていうのは。次やったことが一番すごい。
はい、藤原道長で一番最後完全にもう大手の状態まで持ってったんですよ。それが何なのかっていうと1018年46歳の時に、藤原の医師武子、まあ、娘なんですけども、これを五一条天皇の皇后に、受胎させます、まあ、入れますということで、もうごめんなさい、もうほんまにわけわからないんですけど、どうしたことなんですかっていうことなんですけども、簡単に言うと、もうというか藤原の道長娘おったんって感じなんですけども、おったんですよ。これが、藤原の医師武子って娘がおった、言ったら明子少子と同じようなポジションの娘がおって、この娘を、孫の五一条天皇に、嫁がせたっていうことなんですよ。そんなありなんて思うでしょ。いや、どういうことで、孫に娘を嫁がせた、逆やん、逆もないねんけども、ということは、だから五一条天皇からするとおばさんと結婚しましたよみたいな感じになるわけなんですよ。っていうことをやったんですよ。普通はこれないっすよ、ウルトラシー現代でもないし当時としてもありえへんことなんですけども、そうすることで、この女性ルートっていうのを全部抑えたんですよ、あの藤原の道長が。どういうことかというと、藤原の道長には、3人娘がいました。それを天皇の奥さんは皇后じゃないですか、皇后と言われてたんですね。で、それのお母さんというか、まあ、1個上の言うたら引退したらその奥さんも1個位が上がるんですよ。でそれが、皇太后って言われるんですね。でさらに引退もう1個上に上がったら対皇太后って言って、一応3段階に奥さん方もって位みたいなのがあるんですよ。でこの奥さん方の方もそれなりに権力を持つわけなんですね。女方強いじゃないですか。私自分も、なんで出世できたのというと、最初は、秋子戦士さん、お姉ちゃんにバックアップしてもらってこれしかやっつけることができたということで、言うたらこの女方の力というのは強いわけなんですよ。ここを抑えとくということも、もう完全にこう、ね、制圧するためには必要やっていうことで全抑えしたんですよ。はい、どういうことかというと、これ一家三号っていうことなんですけど、さっき一定二号ってあったけど、次一家三号ややこしいなって感じなんですけども、まあ、言うたら三号全部抑えましたよってことなんですよ。それがこちら。はい、藤原の道長には3人娘がいましたよと。藤原の明子少子と藤原の剣士清子と藤原の石武子っていうのがいて、それぞれ、明子は一条天皇のもとに嫁がしてたので、もうこの時には、対皇太后になるわけなんですね。で藤原の剣士清子っていうのがいて、これがね実は三条天皇に嫁いでたんですよ。あんまり言ってなかったけど、嫁いとってなので、現在は皇太后になるわけなんですね。で藤原の医師武子っていうのが、五一条天の自分の、孫に嫁がした、娘を孫に嫁がした、もう何回言っても納得できへんけど嫁がしたので皇后になる。だから皇后皇太后対皇太后が全部自分の娘で、三連単したよっていう状態に持ってったんですよ。これで完全に決まったっていう状態に、もう全部完璧に抑え切ったわけなんですよ。でそれを家系図に表すとこちら。うん、わけわからんってことなんですけど、すごいでしょ。だからもう どこ道長の娘は どの天皇にも全部嫁いでるわけなんですよ。だからそこで生まれたりとかした子供とかも全部もういろんな、もう何が来ても怖くない、もう不動の地位だよ、何が来てもどうとでもしてやるよみたいな感じまで、掴んだということで、この時にかの有名な歌を歌ったわけなんですよ。餅つきの歌、はい、この世は我が世とぞ思う餅つきの、かけたることもなしと思えば、めちゃくちゃ有名な歌ですよね。これは何なのかというと、この世で自分の思うようにならないものは何にもないよ、満月に欠けるもののないように全てが満足に揃っているっていうことなんですよ。まあね、三連単やったじゃないですか。一家三号やったし、もうね、孫は、天皇やし、孫二号は皇太子やしって、もう完全に抑え切りましたよ。もう万も欠けてませんよっていう風な、歌です。まあこれ、諸説だってちょっと最近では解釈ちょっとちゃうかったんちゃうかとか言われてますけども、まあ一番調子乗ってるよっていう歌ではあるので、まあこれ歌った時が、この時になりましたよと、道長のここに、完全な天下が取れた時期が来たんですよ。完璧バージョンが来たっていう時ぐらいに、2019年頃、47歳頃に、おそらく紫式部は没したんじゃないかというふうに言われています。これ、没年もね、紫式部は分からないんですけれども、まあ、紫式部的にはね、まあ、源氏物語も書き終えたし、まあ、道長さん最強になったし、まあ、よかったよかったっていうところで、まあ、亡くなられたんじゃないかなっていうところで、ここら辺で、まあ、紫式部の以上生涯は終わるわけなんですね。で、まあ、ここから道長どうなったんっていうと、まあ、ここからいろいろあったんじゃん、まあ、まあ、その時代はね、そんな英語とばっかりじゃなくて、まあ、糖尿病になったとかいろいろあって、まあ、まず藤原君家の後は、まあ、次、で、院政っていう、まあ、天皇と上皇が、まあ、いろいろやっていくっていう、ちょっと時代がまた変わっていくんですけど、この時までは、まあ、もう言うたら、道長の天下やったっていうのが、まあ、紫式部の時代やったわけなんですよ。
で、何よりかによりね、この生涯の中で一番この道長の天下を取る中で一番のターニングポイント、それは何だったのかっていうと、お気づきでしょうか。そうなんですよ、源氏物語なんですよ。源氏物語があったおかげで全てが好転したんですよね。言うたら一条天皇が明子さん自分の娘のところに来てくれなかったら、こっからのサクセスストーリーは生まれなかったわけなんですよ。完璧に詰将棋、ええところまで行ってたかもしれへんけど、完璧にこの詰将棋でもう全部抑え切りましたみたいな感じのことはできなかったわけなんですよ。じゃあなんで一条天皇は明子さんのところに行ったのっていうと、源氏物語があったからなんですよ。この源氏物語がそれだけ人々を引きつけるぐらいめちゃくちゃ面白いストーリーやったわけなんですよ。でよく考えてください、宮中で起こったことを、書いてる物語なんですよ。だからその言うたら、学校の中で我々からするとね、学園ものやと思って、自分が学生の頃に、自分のクラスとかの登場人物っぽい人たちのことを描いためっちゃ長編の漫画が、毎週毎週なんか発売されてるってなったらめっちゃ面白くないですか。あのクラスのマドンナがなんかすごいこと起こったでみたいな漫画が出てきて、で何あいつとなんか取り合いになってる、でなんか変な不良がやってきたけどそいつをやっつけてなんかどっか仲間外れになったでみたいな、そんなのが毎週毎週なんかそれっぽく書かれてる漫画が発行されてるってなんかめっちゃみんな面白くないですかっていうのの宮廷バージョンみたいなのがあったわけなんですよ。しかもそれリアリティのあることで、なんかあれ誰かのこと言ってるのに近いなみたいなのがわけやわけ言ってめっちゃ面白かった。そういうこと夢中になって天皇すらも夢中にさしたんですよ。夢中にさして読みたい読みたい、読むためにはどうしたらいいんだって言ったら、その明子のところに行ったのが一番手っ取り早いということで行って、で、その話題でキャッキャッキャッキャしてたわけですよ。これ誰のことかな、これ面白いねみたいな感じで言って、子供が生まれて、そこから道長さんが出世していったってことを考えたら、この源氏物語っていうのは非常に素晴らしい、もう大役を果たしたということなんですよ。はい、はい、いかがだったでしょうか。今回は紫式部の生涯ということでね、もうざーっとご紹介させていただきましたけども、まあ道長とも切っても切れない縁ですけども、道長の成功の裏側には実は紫式部のこの源流物語っていうのがめちゃめちゃ大事だったんだよっていうのを理解した上で、大河ドラマこれからね1年間くらい続きますので、楽しんでいただければより味わい深くなるんじゃないかなと思います。で、今後もねこの紫式部関連、日本美術にまあまあそれなりに関わってくるのよ。今回作品は何にも紹介してませんけども、源氏物語絵巻とかね、紫式部日記絵巻とかそういうのがあったりするわけなんですよ。そういうのも絡めながらちょいちょいね、いろいろご紹介させていただければ、よりね面白い、幅が広がるこのチャンネル面白くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、なんかコメントで感想とか書いていただけると非常に嬉しいなと思います。で、僕的には火山天皇いつかやってみたいなと思ってる。火山天皇もね、実は掛け軸業界で結構関わりある人なんですよ。っていうのもね、面白い人やから紹介したいなと思いますので、なんかリクエストありましたらコメント欄で書いていただけると非常に嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。